g ーフ・ストロンボーのリングネームで知られるジョース・カルパはアメリカ合衆国のプロレスラー。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。実際にはイタリア系の羊だがインディアンギミックの選手では和風マクダニエルと並ぶ屈指のビッグネームでありベビーフェイス陣営の重鎮として長年 WWE を支えた。日本でのニックネームはあらわし州長。 1947年にジョース・カルパの名でデビュー。以降1960年代全般にかけて NWA のジョージア地区、ミッドアメリカ地区、ガルフ・コースト地区などで活躍し、各地区のシングル及びタック王座を幾度となく獲得。テネシーのミッドアメリカ地区ではジャッキー・ファーゴとも構想を展開した。1966年1月、日本プロレスに初来日。 特別参加したルーテーズのパートナーにも起用され、メインイベントのタッグマッチで、ジャイアントババとも対戦した。シリーズ終了後の3月には韓国にも遠征しており、キムイルの保持していた極東ヘビー級王座に挑戦した。その後は、フロリダ地区を主戦場に、1967年12月5日に、ジョニー・バレンタインから NWA、フロリダヘビー級王座を奪取。 1968年7月30日には、ボリスマレンコを破って、ブラスナックル王座も獲得した。同年11月には、日本プロレスに再来日している。1970年7月より、WWF w、F、に参戦して、インディアンギミックのチーフ J ストロンボーに変身。このキャラクターが、ニューヨークの観客に支持され、以降は、ベビーフェイス陣営の主力選手として、 東部地区に定着。1972年5月22日、ソニーキングと組んでキング・イヤウケアバロンシュクルナから、WWF 世界タッグ王座をダッシュした。タイトルは、翌月に、プロフェッサー田中・タナカミスター・フジに奪われるが、1976年12月7日に、同じインディアン・ギミックのビリー・ホワイト・ウルフをパートナーに、トーナメントの決勝において、 ニコライ・ボルコフトウ・アカマタを破って、再び大勘。バリアント・ブラザーズを相手に、ブルーノ・サン・マルチノとも共闘した。シングルでは、イワン・コロフ、スタン・スター・ジャック、ジョージ・スティール、ワルド・フォン・エリック、スパイロス・アリオンらと構想を繰り広げ、スーパースター・ビリー・グラハムが保持していた、WWF ヘビー級王座にも、再三挑戦した。タチクにも、 精力的に遠征しており、デトロイトでは、ザシークや、ドン・ケントと流血の構想を展開。ケントとは1977年に、リング内に設置された小型の檻の中で戦う、シャークケージマッチで死ゆを決した。1978年4月には新日本プロレスに、来日して、MSG シリーズの第1回大会に出場、予選トーナメントで、藤原義明とバロンシクルナを破り、 決勝リーグに進出してアントニオ・イノキやアンドレザ・ジャイアントと対戦した。プエルトリコの WWC では1980年10月11日、ルーク・グラハムからカリビアンヘビー級王座を奪取している。ストロンボーのコスチューム団体名が WWF に解消されてからもニューヨークを主戦場として1979年7月30日にはマディソン・スクエア・ガーデンにおいて グレック・バレンタインを相手にインディアン・ストラップマッチを行うなど、ラフ・ハイトの強さを見せた。1982年からは、弟という設定のジュールズ・ストロンボーとのストロンボー、ブラザーズで活動。同年6月28日と10月26日の2回に、渡り、ミスター・サイトーミスター・フジを破って、WWF ・タッグ王座を獲得。翌1983年3月8日に、 ワイルド、サモアンズに破れるまで体感した。1985年の引退後は、ロードエージェントとして1999年まで WWF で働き、1994年には WWF 伝道に迎えられた。晩年も、ゲストとして WWE に登場したことがあり、2008年11月17日の RAW では、ステファニー・マクマホンから、 WWE 電動車として紹介された。2012年4月3日、死去。83歳坊津。インディアン選手の代名詞でもある戦いの舞や、おたけびを好んで、試合に取り入れ、超プロレスの先駆者存在でもあった。そんな彼らしく、入場と退場が、試合で、最も大切なムーブだという言葉を残している。ジョース・カルパに関するカテゴリー、ありがとうございます。